ACWP1 ガイクワールドオブタンクス、今回も私、山田がお送りさせていただきます。乗っていく戦車はティア8の中国駆逐戦車、WZ120-1FT です。車体下部を隠せば同格ではかなり固め、機動力に優れ、何よりとんでもない DPM を持った、固定砲の駆逐戦車です。残念なのが砲精度。潜入換気センベーションでガチガチに固めていても、でたらめなところへ飛んでいくことがあって悲しくなることも。全体的に、ティア7課金駆逐戦車の SU-122 の44を、性能向上してティア8にした感じでしょうか。砲精度に文句はあれど、強みのしっかりした駆逐戦車です。前回の私の代理会では負けてしまいましたので、今回は勝ちを目指して頑張ります。
というわけで、かなり接近戦を持ち込むことの多い危険な試合でしたが、最後は一騎打ちの末、勝利を収めることができました。前回の名誉挽回できたといいのですが、これからも面白い試合ができたら、スタイルさんのところに投稿していきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。それでは失礼します。